皆さんこんばんは。 CS 通信やインターネットでご覧の皆さんこんばんは。本日はようこそおいでくださいました。ただいまから日本共産党創立87周年記念講演会を開会いたします。本日の司会を務めます私政策委員長の小池晃です。ありがとうございます。本日はこの会場いっぱいに、そして CS 通信で全国各地の皆さんにもたくさんの皆さんにご参加をいただき本当にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。8月30日の参議院選挙で、衆議院選挙で日本共産党は9議席を獲得し、現有議席を確保することができました。皆様のご支持、お力添えに心から感謝をいたします。それでは今回当選した9人の議員を紹介いたします。どうぞ。向かって右から東北ブロック高橋智津子さん、北関東ブロック塩川哲也さん、東京ブロック笠井明さん、南関東ブロック志位和夫委員長、東海ブロック佐々木健章さん、近畿ブロック国田圭司さん、吉井秀勝さん、宮本武さん、九州沖縄ブロック赤嶺政権さんです。新しい国会では全力で頑張ってまいります。皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。続いて佐々木健章議員です。東海ブロックから5度目の当選をさせていただきました佐々木健章でございます。愛知、静岡、岐阜、三重の党と後援会の皆さん、そして全国の皆さん、本当にありがとうございました。選挙後応援をしてくださった方からこんなメールをいただきました。派遣切りに遭った人たちに電話で支援を訴えたら、他の人にも声をかけてくれました。これらの人は今まで一度も選挙に行ったことのない人たちです。共産党が大きく躍進できなかったのは残念ですが、政治に目覚めそういう人たちが増えているので今後が楽しみです。選挙中にこのようなメールを寄せられたり、あるいはご意見を寄せられたり、要望を寄せられたり、本当にたくさんありました。労働者、中小業者、高齢者などたくさんの皆さんの熱い思いをしっかりと胸に刻み込んで、これからも全力を尽くす決意でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。選挙の結果、これまでに経験したことのない新しい政治プロセスが始まります。昨日は各派協議会というのが開かれまして、これからの国会運営が議論されました。いよいよスタートでございます。民主党の新政権が長年続いた自民党政治に本当に終止符を打てるのかどうか、それともずるずると後退するのか、それは財界とアメリカにはっきりものが言える、絶対にぶれることのない日本共産党の奮闘と前進にかかっていると思います。徹底した情報公開を求め、国民の声を聞いて充実した審議を行うこと、この当たり前のことを新しい国会でも貫いてまいります。
私が初めて当選をさせていただいたのは1996年10月の総選挙でした。当時東海ブロックは瀬古由紀子さん、平賀隆重さん、私と3人の当選者を出させていただき、全国で26名の当選者を出しました。再び東海ブロックで日本共産党が複数の議席を回復し、全党の躍進に貢献したい、これは私たちの悲願であります。来年の参議院選挙に勝利し、民主連合政府を展望した戦いを全力で前進させていく、そのために先頭に立って頑張る決意でございます。これからもどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。